サリー博ヘンリー・ハワードの紋章サリー博ヘンリー・ハワードはイングランドの貴族指定であり詩人。第三代ノーフォーク公、トマス・ハワードの着男。ヘンリーパスーの2番目の王妃アンブーリンと5番目の王妃キャサリン・ハワードのいとこ。ノーフォーク公爵の法廷推定相続人として父の有する爵位サリー博爵を儀礼称号として称したが就職前に軽視した。 第三代ノーフォーク公、トマス・ハワードの長男。母は、トマスの二番目の妻で、第三代バッキンガム公、エドワード・スタフォードの娘のエリザベスであった。そのため、父母両方を通して、王の血筋を引いていた。ヘンリー・パスーの私生児であるヘンリー・フィッツロイと一緒に、ウィンザー城で育って、親友となり、ヘンリー・フィッツロイが、妹のメアリーと結婚したために、義理の兄弟となった。 優れた兵士であり、ヘンリーパス製のフランス遠征に加わった。だが、他の宮廷人に暴力を振るい、夜に街を歩いては、家の窓を割れるなどの粗暴な振る舞いにより入浪を繰り返した。1524年に、祖父の第二代ノーフォーク公、トマス・ハワードが亡くなり、父がノーフォーク公を継いだため、サリーハクの儀礼称号を帯びた。1532年には、 10枚のアンブーリンと共に、フランスに、外交施設として赴き、1年以上滞在した。1536年には、長男のトマス・ハワードが生まれるも、ヘンリー・パスセイの2番目の王妃となっていたアンブーリンが、反逆罪で処刑され、ヘンリー・フィッツロイが17歳で病死して、ハワード家の領地に葬られた。またこの年、父と共に、修道院の解散に抗議して起こった反乱を、 鎮圧した。1542年、もう一人の10枚で、ヘンリー・パッセイの5番目の王妃キャサリン・ハワードが、やはり反逆罪で処刑された。年を取り、病に苦しんだヘンリー・パッセイは、次第に妄想に取り憑かれ、サリー・ハクが、息子のエドワード王子から王位を奪う計画を、していると考え始め、サリー・ハクと父のノーフォーク公を捉え、1547年1月19日に、 サリー博を斬首した。ノーフォーク公は、処刑前に王が休止したために延命させられた。サリー博の棺フランセス・ド・ビア、ハンス・ホルバインが C1535 妻は、息子のトマスは祖父の後継ぎとなり、1554年に祖父が亡くなって、公爵に譲された。友人のトマス・ワイアットと共に、英語で初めてソネットを書き、ペトラルカのソネットを英語に訳した。 トマス・ワイアットと共に、イギリスのソネットの父と称えられる。ありがとうございます。